改正された教育基本方法基本法の第2条、さっきちょっと一部分だけ引用しましたけれども、そこで教育の目標として、国民に必要な資質ということで書かれておりましたので、必要な資質として、我が国を愛する態度を強制されるのではないかということで改悪という、ことをやってまいりましたが、ブログの中でも書いておりますように、この強制については反対であるけれども、国会議論の中で、これは内心、子どもの内心まで、評価し強制するものではないというようなことが明らかになっておりますので、私としましては先ほど申し上げましたように、現行の教育基本法に基づいて、適切な指導が行われるようにというふうに考えております。委員長。島村さん。そうすると現行の教育基本法は評価すると、いうことなわけですね。しかし実際はあなたのブログにはそんなことは一言も書いてないんですよ。それは同じようにですね、日教組そのものがそうなんですね。日教組の方針の中で、改正前の教育基本法、これを47教育基本法というふうに書かれてました。つまり1947に定められた教育基本法だから、そういうふうに評価されたんでしょうけど、この47教育基本法の理念を基軸に、多くの教育研究活動や現場での実践を積み重ねるとともに、教育施設の改善、教育条件整備を中心とした教育運動を進めてきました。そして現在でも旧教育基本法の理念に基づく活動を展開していると、いうことですね。日教組の方針としては、改正教育基本法は評価しない、前の教育基本法の下で活動するんだと、こういう考え方が今でも日教組の中に書いてあるわけですけど、そうすると日教組の教育方針と、それからその上本政務官の今の考えは違うということでよろしいんですか。上本文部科学大臣政務官。日教組はこの改正教育基本法の成立を受けたときに、見解を出して、おりますけれども、教育の国家統制権限強化につながる動きを注視するということは書いてございますけれども、改正教育基本法に、反対をしていくということは、現在の運動方針に、書かれてはいないというふうに承知をしておりますので、矛盾をするということではございません。委員長。下村さん。いや、反対じゃなくて、前の47教育基本法にのっとって、教育研究活動を 現場で実践として積み重ねていくと、そういうふうに書いてあるんですよ。つまり事実を認めてないと、認めてないと、いうことなんですね。で、今でも上本政務官は、この日教組の政治団体である日本民主教育政治連盟の所属なわけですよね。で、所属の中で、この文科の政務三役、政務官としているということ自体が、そもそも今の答弁を聞いているとですね、もう相矛盾することだと思う。少なくとも日本教育民主教育政治連盟から離れて、そしてきちっと政務三役としての仕事について、専念すべきであると、その下でですね、遵守して、法律に遵守にのっとってですね、活動すべきであるというふうに思いますが、いかがですか。上本文部科学大臣政務官。どの団体に所属するかということについては、私自身が判断することでありまして、所属しているので、政務官としての、行政府の一員としての仕事ができないというふうには考えておりません。下村さん。先ほどのですね、中川文科大臣から、かつての日教組とは違うと、しかし問題点もあると、是々非々だという話がありましたが、我々は基本的にあらゆる部分でですね、問題点がたくさんあると思っております。その中で、その母体である存在のままですね、政務官するということは、これは文科省における教育のですね、さらなる悪化につながっていくと、いうことについて大いに懸念します。で、これはですね、今後問題を引き起こさない前にですね、これはもう上本政務官には辞任を求めます。これについては文科大臣としていかがですか。中川文部科学大臣。法案の
その一つ一つの議論の過程ではですね、それぞれの議員がそれぞれの思いに従って意見を述べ、そしてその自分の方向へ向いてさまざまな運動をしていくということだと思います。しかし一旦それが法律として決まって、で、新しい出発をした、でしかもその中で政府の一員としてその法律に基づいた行政を進めていくという立場に立つわけですから、上本政務官もそういう意味ではそこの立場を整理をして、でしっかりとした今の法律に基づいた行政を進めていっていただくということ、このことを思っております。で、そういう形でこの職を受けていただいたということで整理をしておりますので、そのまましっかりと頑張って続けていただきたいというふうに思っています。委員長、下村さん。冒頭言われましたけど、私はですね、上本さんの議員としての立場を否定しているわけじゃないんです。議員は議員で活動されればいいと思いますよ。それは問題なのは政府側に入ってね、なおかつ利害関係がある、かつて立場、今もそうですけども、日教組の大幹部がですね、そのまま利害関係のある文部科学省の政務三役に入るということ自体が問題だと言ってるわけですね。それを中川大臣も問題ではないと思ってるとしたら、思ってるという発言ですけども、あなた自身が問題だと、いうことを指摘して、今後もこれについてはですね、いろんなタイミングの中で指摘をしていきたいというふうに具体的にですね、思いますが、ぜひですね、文部科学省においてはですね、そういう日教組の傘下に入ったと国民に思われないようなですね、政策について貫き通してほしいというふうに思います。次に移ります。8月の9日の三党合意で平成24年度以降の高校授業料無償化の制度のあり方について政策効果の検証のもとに必要な見直しをすると、いうことが決まったわけです。そして中川大臣も所信においてですね、そのことを明確に表明されました。で、我々はですね、この見直しについては一つは公私間格差を是正すると、高校授業料無償化といっても公立高校の授業料の無償化であって、私立高校は相当額が減っただけでですね、授業料そのものが無償化になったわけじゃないわけですね。ですから事実上以前にも増してさらに公私間格差が拡大したと、いうふうに思っております。そして低所得者向けの給付型奨学金を創設をだからすべきであると、つまり形式的な平等ではなくてですね、真に公正公平な制度をするための財源とするために、同じ財源であれば高校授業料無償化、それに所得制限を設けることによって公私間格差や低所得者向けのですね、給付型奨学金にシフトすることによる、抜本的な見直しをすべきである、これが我々の立場であるということをまず冒頭申し上げたいと思います。その上でですね、朝鮮高校のこの対象についても、これは再開手続きを今着手しているというところですが、これについても当然見直し対象となるということでよろしいですね。中川文部科学大臣。あの時の三党合意のその趣旨というのは、それぞれ、どういうメリットが、今政策によって出てきているかということ、これを前提にしながら見直していくということでありますので、どの項目に限って見直すということではない、それぞれの党が課題を出し合っていただいて、でその中で議論をしていくということになっていくと思います。委員長、下村さん。いや、そんなことは分かってるんですよ。そうじゃなくて、それはそこまで明示してませんよ、三党合意の中では。今現在中川大臣の中にですね、この朝鮮高校の見直しも対象として入ってますねということをお聞きしてるんですよ。中川文部科学大臣。現状ではですね、まだ具体的な話し合いが始まっておりませんので、どの項目がその対象になってくるかということが定かではありません。でしたがって、今の段階では朝鮮学校だけではなくて、この高校無償化については、
これまで決められた規定方針通り、それぞれ、進めているということであります。下村さん、まあ、大変残念な答弁ですね。これは朝鮮高校だけではありませんが、まあ、全てにおいてですね、見直しをしてより適切な政策が打ち出せるようにしていくと、まあ、いうのが普通の答弁じゃないですか。だからそれはこれだけが例外だということはありえない話だってですね。でもそういう答弁さえ今してないんですよ、まあ、それ非常に残念に思います。そして我々はですね、民族差別をするつもりは全くありません。ですからですね、日本国内においてですね、どんな子どもであってもですね、まあ、そういうことが享受できるようなことについてしてあげたいという思いはあります。ただ子どもの問題ではなくてですね、この朝鮮高校そのものがキム・ジョイル独裁体制を支えるための思想教育機関に今なっているんですね。そして日本国憲法や教育基本法に反する存在になっています。これは後ほどまた改めて公安調査庁等から事実関係について確認をしたいと思いますが、ですから現行制度の下でですね、この文部科学省がこの対象にするということについては、まあ、いろんな部分でですね、問題点があると、まあ、いうことについてはもうこれまでも再三指摘しておりますので、あえてここでですね、一つ一つ先に申し上げなくてですね、次の話に進めさせていただきと思いますが、これ手続き再開についてですね、まあ、本来は昨年の11月の23日ですね、ちょうど約1年前ですけれども、北朝鮮による韓国ヨンピョン道砲撃を受けて、菅前総理が無償化手続きを不測の事態に備え、万全の体制を整えていく必要があるということで、1年前、超法規的に停止したわけですね。しかし、今年の8月の29日、退任する前日にですね、再開手続きをしたと、まあ、いうことでですね、まあ、我々にとっては、この当初ですね、これは外交上の配慮など判断すべきものではなくて、教育上の観点から客観的に判断すると、まあ、いうことを終始ですね、当時の川端文科大臣が言っていたのにもかかわらず、まあ、実際は菅さんの思いつきなのかどうか分かりませんが、まあ、本当にですね、めちゃくちゃ、まあ、結果的にそのことによって私は朝鮮学校の生徒父母の方々にもですね、逆な迷惑をかけて変な期待感をですね、持たせたことによって、そういう問題点は行政上のですね、問題点というのも非常にあると思いますよ。そもそも そういう意味でこうブレていること自体が、まあ、問題なわけですけれども、もう一度ちょっと改めて確認しますが、この菅前総理がですね、この無償化手続きの停止は外交上の配慮にほかならず、まあ、それまでの政府見解、まあ、それ配慮してないと言ってるんですけど、結果的にやっぱり矛盾していることだと思うんですね。外交上の配慮だと思う、誰が見ても、まあ、これについて改めてですね、中川文科大臣の方から整理してですね、今事態について前のことはもうやめた人ですから、それはそれでやむを得ないですから、今時点におけるこの見解について正しくきちっと出していただきたいと思います。中川文部科学大臣。まあ、今再開をしてですね、それぞれ、厳しい調査に入っているということでありますが、まあ、それぞれ政府が変わってもですね、まあ基本的な考え方については一貫性を持っていくと、まあ、いう必要があると思います、まあ、そういう意味で繰り返しになるかも分かりませんが、この審査手続きの一旦停止というのはですね、北朝鮮による砲撃という国家の安全に関わる事態の中で不測の事態に備えて国民の生命と財産を守るために万全の体制を整えるという、そういう見地から行ったものであって、外交上の配慮によって行ったものではないということであります。で、まあ、さらに不測の事態とは国民の生命と財産、秩序の安定が脅かされかねない事態のことで、あって、まあ、それを考慮した上での一時停止ということであったと理解しています。
下村さん、無理やり理由をくっつけたとしか思えない、よくわからない答弁なんですよ、率直に言ってね。うなずいてるから自分でもそう思っておらんでしょうけどね。これ不測の事態っていうのもね、その北朝鮮が韓国のですよ、ヨンビョン道に砲撃をしたということが、なんで我が国においてですね不測の事態なのかということがどうしてもわからないんですよ。韓国国内においては不測の事態というのは予想されることだと思いますよ。それを我が国国内において不測の事態だからといって